この共同浴場ね、源泉が湯畑源泉ですから、その源泉の所有者は群馬県です。天領だったからね。群馬県が源泉所有者として管理は町に任せてますからって。知床の遊覧船じゃねえんだよ。何考えてんだよ。群馬県の中でこういう掲示があって、法務局が人権侵害だって判断して、温泉課に人権担当者が電話して翌日剥がれてた。だから掲示しちゃいけないもん掲示したんでしょ。温泉の源泉の所有者として群馬県が県議会で問題にしなくていいんですか。草津温泉があるからブランドランキング44位はおかしいって。44位じゃねえ、他の県で見せたら47位じゃないんですか、草津はって言われた。あ、群馬はって言われたよ。こんなことするんですか、草津はって。議会が陳情書、町長が返すんですか、それ47位でしょって言われたよ、何箇所かで。名誉毀損裁判に、全力投球します。それ全体の保護者かよ、中澤靖次町議。だったら町議会議員やめろよ。法律っていうもの、憲法が元にあって、国民主権というのが世界の原則であって、でその保護者が天皇の地位と主権在民ですから、天皇制です。主権在民を侵すものは天皇制を侵すものなんですよ。草津国際音楽フェスティバルに今のね、金城、上皇陛下、上皇后陛下、天皇陛下の時代、皇后陛下の時代含め、ご上位されてからもお越しいただいてますよ。そこで主権在民が侵されてたら矛盾だろうがよ。アイロニーでしょうが。